こんにちは、堂本です。今回は SNS とかブログとかでよく見るような英語でよく見る、個人的にそれは嘘だろって思っていること5つご紹介できればと思います。なんでそれが僕嘘だと思うのかっていうことも踏まえて、じゃあ僕はどう思ってるのかっていうことについてもお話しできればと思います。結構僕の英語学習に対する考え方っていうのをギュッと詰めたような内容になっているので、あ、確かにって思うのであれば、他の動画ももしかしたら刺さるかもしれないです。自分の英語学習に関する考え方と比較しながら見ていってもらえれば面白いかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。最初に僕嘘って言ってるんですけれど、嘘っていうほど絶対違うっていうことって、あんまないんですよね。あとは嘘って言い切るのは難しいっていうことも結構あります。今回は僕は嘘っていうふうに、僕は思うねっていうふうに言ってるんですけれど、なんでこう英語学習でこういうような嘘っていうか、その極端な話が出てくるのかっていうと、結局のところ英語学習ってずっと続けていれば何かしらの結果が出るんですよ。目的から逆算した時に最適な方法かって言われると、ちょっと遠回りする方法だねってことはあり得るんですけれど、でも結局のところ長く続けていれば大体どんなことでも結果は出るし、英語力につながるようになっていると僕は思うんですね。とはいえ、その永遠に時間があるわけではないので、やっぱりこう結果をできるだけ早く出したいとか、その自分の目的から逆算してどういう勉強すればいいかっていうことを考えたいとか、自分の目標とする英語学習っていうのはこういうものだっていうのがあると思うので、それを踏まえた上で、僕みたいな英語学習のコーチングとかメンタリングをしている人は、じゃああなたにはこういう学習計画が良さそうですねとか、あなたが英語伸び悩んでいるのはもしかしたらこういうところが原因かもしれないですねっていうことを、僕らはお話しさせていただいているわけなんですよね。英語の難しいところは、何をやったところで結果が出る人が一定数いるっていう、まずその一つなんですけれど、もう一つは英語ってこうやっていても結果が出なかった時に、なんで結果が出ないのかっていうのが、主観では分かりにくいんですよ。効果は個人差がありますっていうのが言えちゃうんですよね。私はこういう方法で結果出ましたとかっていう人がいたとしても、それって万人に受け入れられるかとか、それをやる人自分に受け入れられるかどうか、自分にとって最適かどうかっていうのは実は分かんないんですよ。結構言ったもん勝ちみたいなところがあるんですよね。だからこうちょっと怪しい勉強方法だったりとか、極論だったりとかっていうのがこう出回っちゃうんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。で、今回その極論とか、ちょっとそれ主観強すぎないですかとか、それって万人に対して言えるんですかとか、それって根本的解決にはなってませんよねみたいなところについて、僕がこう切り込んでいくっていう感じの内容になっています。もしもこの内容に対して確かにとか、なるほどって思うようであれば、おそらくこのチャンネルの内容大体なるほどって思ってもらえると思うので、もしよかったらチャンネル登録もぜひご検討ください。じゃあちょっと前置き長くなっちゃったんですけれど、早速5つの嘘見ていきましょう。第1の嘘、英語は〇〇すれば簡単っていうやつです。〇〇のところにはね、いろんなものが入ります。ドラマを見れば簡単とか、とにかく話してればいいんだよとか、これさえ覚えればいいよとかね、前置詞を抑えれば英語は完璧だよとか、なんかそういうのいっぱいあるじゃないですか。僕これ大前提なんですけど、英語学習は簡単じゃないんですよ。英語学習簡単ですよっていうことがあったとしたら、それはその時点で僕の中では結構弾いていいなっていう感じです。英語簡単だって言ってる人についてなんですけれど、それって簡単な英語の範囲でしか勉強してないからなんですよ。例えば僕翻訳家として英語の勉強をしていますし、英語を教えることもありますし、アベレージよりは英語を話せる、使えるってことになるんですけれど、こんな僕でも例えば国際会議の通訳をやってくださいって言われたら、もうボロクソになるんですよ。多分僕が英語ができるのは、僕が英語ができる範囲で仕事をしているから、僕が英語できる範囲でものを教えてるからなんですよね。ちょっと前に入試試験の問題の解説についての動画に対して、さらっと解説してくれるのを期待してたんですよねっていうようなコメントをいただいたんですけれど、僕がそこで問題の解説に踏み込まなかったのは、問題の解説とか問題の傾向とかっていうものについては、僕よりもよっぽど知識がある人たち、それこそ塾講師とか、そういう受験界隈に強い英語の人たちの方が知識があると思ったからです。僕はあくまで翻訳家に過ぎないので、
受験英語の英語はどのように解けばいいかっていう知識については一般的な英語の知識から導き出すことはできるんですけれど、おそらく第一線で活躍するような塾講師とか英語の有名な講師の方に比べるとおそらく劣るものだと僕は思ってるんですね。まあ、そうじゃないと専門家っておそらくは名乗れないでしょうし、英語の勉強ってちょっと自分のコンフォートゾーンを出ると難しいものいっぱいあるんですよね。そこには英語が簡単だって言ってる人は自分が簡単だと思える英語しかやってないに過ぎないんですよ。じゃあ次に2つ目の嘘ですね。英語に〇〇は不要っていうものです。例えば英語には文法は不要だよとか、英語は発音なんて良くなくてもいいんだよとか、英語は受験英語とかじゃなくてもっと英会話してった方がいいんだよとか、なんかいろいろあるじゃないですか。リーディングしなくてもいいんだよとか、ライティングしなくてもいいんだよとか、リスニングなんて適当でいいんだよとか、スピーキングなんて慣れていけば普通に喋れるようになるからとかね、いっぱいあるじゃないですか。英語に不要な技術は一個もないです。これは間違いないです。リーディングもライティングもリスニングもスピーキングも全部必要なんですよ。単語も必要だし文法も必要なんですよ。英語を使おうと思ったなら、英語を自分の何かに役立てようと思ったんだったら、英語の中に不要な技術は一個もないです。英語の中でこれを落としてもいいですっていうものはないです。ただ自分の目的から逆算するとそれは優先順位が低いですねみたいなことがあります。でも英語をどんな場面でも使えるようになりたいぞとか、英語の総合的なレベルを高めていきたいぞってことであれば、結局のところ英語の中に不要な技術とか不要な知識っていうのは一切ないです。次に3つ目の嘘です。前置詞をイメージで覚えましょうっていうやつですね。これね、まあ半分くらいなんですよ、嘘っていうのは。前置詞でよくあるのが、こう僕は SNS とかね、 Twitter とかでよく見るんですけれど、その基本的な前置詞のイメージをなんかこう図で表してくれたりするじゃないですか。オンだからこういう風に上になってるんだよとか、なんかそういうようなイメージあるじゃないですか。あれって前置詞の半分しか説明できてないんですよ。で、具体的にどういう風に説明できてないかっていうと、例えば at っていう前置詞がありますよね。 at のイメージは点です。なので英語の例えば7時にみたいなことを言うと、7時っていうその時点を表すから at になるよねとかっていう話になるんですよね。まあ、それは一つ正しいんですよ。ただ前置詞には実は機能的な用法っていうのがあって、これはイメージからはちょっと演繹しにくいものなんですよね。例えば at の場合なんですけれど、 at には近くにいて何かをしているっていう機能的な用法があるんですよ。例えば he's at the desk って言ったとするじゃないですか。すると彼はデスクにいるってことなんですけれど、これ位置的にデスクに彼いるだけじゃなくて、おそらくデスクで何か仕事をしてるんですよね。その at の目的語で予想されるような動作をその主語がやっているっていうところまで含むんですよ、この at。アットは点だよっていうイメージだけで考えていると、この機能的な用法っていうのを見落とすんですよね。そうすると訳せないものっていっぱい出てくるんですよ。他にもオンには接しているっていうのがあるので、なのでオンザテーブルって言ったとしたら、テーブルの上に乗ってるねとか、オンザセーリングって言ったら天井に張り付いてるねとかっていろいろ言えるんですけれど、オンには負荷がかかっているっていうようなニュアンスがあったりするんですよね。彼に死なれたみたいな言い方をすることがあるじゃないですか、日本語で。彼に死なれては困るみたいな、死なれるっていう言い方しますよね。られるって受け身というよりも不利益を被るって感じですよね。なんかそういうことがあると困るっていう。なのであれをどういう風に言うかっていうと、He died on me とかって言ったりするんですよね。この on の用法っておそらくイメージからは分かんないんですよね。彼に死なれたら困る、彼に死なれてしまったっていうのを訳そうと思って on のところが仮に括弧になっていたとして、穴埋め問題でさあ何を前置詞入れればいいでしょうってなったとしたら、死なれたら困るだから、何かこう反する感じだからアゲインストかなとかって多分なると思うんですよ、ほとんどの人は。でもそうじゃない on なんですよね、みたいなことがあるんですよ。前置詞をイメージで覚えること自体が悪いわけじゃないんですけれど、それが全てだと思い込むと違うよっていう話なんですよね。じゃあ英語学習に関する、嘘と僕が思っていること4つ目なんですけれど、英語を学べば人生が変わるってやつです。英語を勉強してもね、人生はすぐ変わらないんですよ。例えばなんですけど、僕英語を勉強してなかったとしたら多分翻訳家になってないでしょうし、僕翻訳家以外の職業で何になれただろうって思ったら結構慣れたもの少ないと思うんですよ。僕自分でも言うのはあれなんですけれど、あんまりこう社会的に適合してるタイプの人格を持ってないんですよね。
人と仲良くしようっていうのとかも長い間ずっと苦手でしたし、なんかこう公共の場で自分がどう振る舞うべきかみたいなことばっかり考えてしまって、こう自然な振る舞いを公共の場で出せなかったりするんですよ。なので僕家で翻訳という仕事をしたりとか、そういうことができるっていうだけでかなりありがたいなと思っているところです。なんですけれど、だから僕英語を勉強したから僕の人生変わりましたって言ったかっていうと、僕そうではないと思うんですよね。一つには変わったかどうかって分かんなくないですか。細かいな、うるさいなっていう感じはちょっとあるかもしれないんですけれど、変わるってことは本来こうであったはずのものがこうなりましたっていうところが変わるってことですよね。この場合ね、英語勉強していなかった未来ってないわけじゃないですか。英語勉強した人にとってね、未来って確定してないので、結局自分の選択したものが自分の人生になってくるわけですよね。となると英語を勉強しないっていう選択をしてない時点で、英語を勉強してなかった自分と比べることってできないんですよ。想像でしかないんですよね。それって事実ではないんですよ。なので英語を勉強して結果こうなりましたっていう話なんですよね。だから僕、英語を勉強して人生が変わりましたっていう言い方はちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですよ。英語を勉強する前の自分と英語を勉強した後の自分でこうなりましたっていうようなことはあり得るんですよ。例えば英語を勉強する前の自分っていうのは、あんまりこう言葉っていうものにあんまり興味なかったよとか、自分に自信がなかったよっていうことなんだけれども、でも英語の勉強をしたことによって自分に自信が持てるようになりましたっていうことはあるんですけれど、それは人生が変わったんじゃなくて、その本人が変わったんですよね。本人がこれまでにない自分になるために、何かこう英語っていうものを勉強を介してそういうような経験をしたっていうことであれば正しいと思います。ただそれも本人がたまたまそういう風になっただけで、誰でもそうなるとは限らないと思うんですよね。英語の勉強をするだけではね、人生は変わらないんですよ。その英語を使って仕事を得ようとか、その英語を使って情報を得ようとかっていう風になると、これまでできなかったことができるようになったなっていうことで、それまでの自分とは違う視点が見えたりすることはあり得るんですよね。それはあり得ると思います。それは英語のいい効果だと僕も思うんですけれど、でも英語を勉強すること、それ自体が直何かにつながってるわけではないんですよ。英語の勉強をすれば年収上がるわけではないんですよ。英語の勉強をすれば年収が高い職業に就くことができる可能性が高まるとか、年収が高い職業に応募する資格が得られるっていうことはあり得るんですけれど、でも英語の勉強したからといってそのまんま収入が高くなるってことは基本ないわけですよ。基本的にはね。で、最初に言った通り、英語の勉強って僕、時間がかかるものだし簡単なものではないと思っているので、キャリアの上で収入を上げたいなとか、何かこうキャリアアップしていきたいなっていうことであれば、英語以外のことを勉強した方が効果が出やすいんじゃないですかみたいなことはあり得るんですよ。例えば年収1000万とか2000万目指したいなっていうことであれば、医師免許でも取った方がいいんですよ。しっかり勉強して英語を極めようと思ったとしたら、医師免許を取るまでのその勉強の時間と同じくらい、あるいはそれ以上、もちろん医師免許も取って終わりじゃなくてその後も勉強が必要なんで、結局のところ果てしない勉強って必要になると思うんですよね。だとしたら医師免許とか弁護士資格とか、そういうものを取っておいた方が私業っていうものに入っていくことができるので、食いっぱぐれにくいというか、手に職っていうのをつけやすいとは思うんですよね。そういうことであれば英語以外のことをやった方がいいんじゃないですかって話になるんですよ。なので収入を上げたいとか、人生で成功したいから英語を勉強したいっていうのは、ちょっと目的と手段がずれがちだと僕思うんですよ。英語が好きだから英語を勉強したい、 OK です。人生の選択肢を増やしたいから英語を勉強しておきたい、 OK です。でも英語を勉強すれば人生が成功すると思うんで英語を勉強したい、それは勘違いです。で、最後に英語に関する嘘というか、英語に関するちょっと違うんじゃないって思うやつ、5つ目ですね。英語は絶対に必要ってことです。英語が必須ということは僕ないと思います。日本に生まれると英語できなくても生きていけるんですよ。もちろん英語を喋ることができたら自分で言葉を選ぶことができるし、自分らしい表現っていうことが考えられるようにもなるんですけれど、それはもちろんすごいことなんですけれど、でもそうでなかったとしても、外部のもの、それこそ翻訳家とか通訳とか翻訳アプリとかを使うことによって、とりあえず当座はしのげるみたいなことは結構あると思うんですよね。
もちろん海外で仕事をしたいぞとか、もっともっとチャンスを広げていきたいぞとか、自分は英語を勉強することによってバイリンガルの脳を作るんだとか、自分はボケ防止のために英語を今から勉強しとくんだとか、自分は英語が好きだから勉強するんだとか、クロスワードとかと一緒だとかっていう人がいるのであれば、それはもちろん全然いいんですよ。でも全員が絶対に英語勉強しないといけないかっていうと、そうではないと思うし、そうでない社会の方が僕は優れてると思うんですね。言語が壁にならない社会の方が僕は基本優れてると思うんですよ。英語を勉強しなくていいんだったら、その分他のことを勉強するために時間を使えるわけですよね。それでも自分は英語を勉強したいっていうことだから価値があるのであって、必要だから勉強するっていうことに基本価値ないわけじゃないですか。必要だったらみんな勉強するんで、そこで差は生まれないわけなのでね。不要だけれどもやる、だからプラスアルファの価値になるわけですよね。なので英語は僕基本的に不要だし、これからも基本的には不要であり続けると思います。少なくとも日本っていう国が何か大きなことに巻き込まれない限りは、日本で生きていこう、日本の中だけで生きていこうっていうことであれば全然いらないと思います。じゃあなんで英語が不要であるにもかかわらず必要論がめちゃくちゃ根強いのかっていう話なんですけれど、そうしないと売れないからなんですよね。英語って僕、さっき言った通り贅沢品、あるいは自分のプラスアルファとしてもっと上に行きたい人がツールとして使うもの、学ぶべきものだと思うんですよ。英語は贅沢品だ、英語はやらなくてもいいもんだってなっちゃったら、じゃあやらないですってなっちゃうじゃないですか。だからこそ英語はこれぐらいの時代、これからの時代英語ぐらいできないとまずいですよっていう言い方をしておかないと英語って売れないんですよ。なので手軽で簡単に英語を勉強できますよ、これからの時代英語ぐらいできないとまずいですよっていう言い方をしないと、マーケティング上売れないものだと僕思ってるんですよ。だから英語はこうすれば簡単だし、英語に何々不要だし、前置詞イメージで覚えればいいし、英語を学べばこんなにビフォーアフター違うんですよ。そして何よりも英語はこれから絶対必要になってきますよ、グローバリゼーションですよ、インターナショナルですよっていう言い方をしないといけないのだと、マーケティング上そうしないと売れないのだと、そうしないと顧客を得られないんだと思うんですよね。だから今日話したような内容がこうバンバン出てくるんだと思うんですよ。僕はその現状があんまり好きじゃないので、個人的にあんまりそれって命題として正しくないと思うので、なので僕は英語は基本不要です、英語の勉強は辛いものだし大変なものです、でもそれでもやりたいという人、それでも自分の人生の選択肢を増やしたいぞ、いざという時に英語が使えた方がいいと思うぞ、自分は英語が好きだぞっていう人が、それでも英語を勉強したい、プラスアルファのために勉強したいってことであれば、僕はそのお手伝いをしたい。だから僕は基本的に英語が必要だとか、英語は絶対にいいスキルだっていうことは言わないようにしている。というわけで今回は英語に関する嘘を5つということでご紹介させていただきました。で今回英語学習についての嘘っていうことでご紹介したんですけれど、僕基本的に英語って独学でやる時間っていうのが圧倒的に長いと思うんですよね。英会話を習っているとかコーチングを受けているっていう人であっても、それって1週間のうちの本当にこう何時間とか何十分とかっていう時間なわけじゃないですか。自分で何かこうテキストを開いたりとか、自分で英語で何かを考えたりとかっていうことが圧倒的に長くなる。つまり独学の時間っていうのは圧倒的に長いわけですよね。なので僕以前に独学についてはこういうふうにやればいいですよ、独学についてはこういうことが重要ですよっていうことをこっちの動画からお話ししているので、もしよかったらこっちの動画も一緒にチェックしてみてください。本日の動画は以上となります。結構長い時間になっちゃったんですけれど、お付き合いいただいてありがとうございました。それでは皆さんご自愛ください。